西広氏は中国北朝の北儀に仕えた漢人最小。自は白武北儀の下北統一や統治機構の整備に貢献したが、大武帝や戦費貴族の反発を受けて中殺された。清川軍東部条件の出身。漢から随等にわたって名門貴族とされた清川西氏に属する。同武帝、名源帝に仕えた最高の長子である。 圭史に通行しており、天文音量にも明るかった。409年の名言帝即位当時に、博士採取に任ぜられ、名言帝に対して、計画等を教授した。また、音量の学を良くし、天人召喚説によって未来を予言したため、帝の信任を得るようになった。しかし、423年に名言帝が崩御すると、反対勢力の反発により失脚した。 この当時、新天使道を開教した阿田賢治が、儀の都である平城で活動を始めており、蔡広氏の母系である露氏が、天使道の信者であったため、蔡広氏は阿田賢治に寄進した。両者が協力することで、ようやく、大部帝への接近を果たした。蔡広氏は、大部帝の河北統一を戦略面などで助け、東軍校、大城京、撫で軍隊将軍を授けられ、ついには、 死徒となった。一方で、その政治信条は、五尺を中心に、儒家的な統治を実現することを理想としていた。また、協力者の阿ダ、ケンジを、帝の国師とし、四440年には、大部帝を道君皇帝とならしめた。446年の仏教弾圧も、サイ氏阿シ、賢治ケンジの意を反映したものであった。しかし、サイ氏が国師編さんにあたり、 感化が進む以前の時期の戦辟族宅抜部の風俗、心情をありのまま記述し、その内容を石碑に濃くして公開したことは、すでに勘化が進んでいた大部帝や戦辟系貴族には、戦辟族への侮辱とみなされ、彼らの奮撃を招いた。このため、蔡広氏をはじめとした一族、さらに彼につながる、漢族系の有力貴族は中殺され、 戦費を侮辱したと目された書物はことごとく破棄されたという。背景には、蔡博氏が難聴的な貴族性への移行を急いだことに対する反発もあったともされる。ありがとうございます。